私はいわゆる文学の家系として知られている。確かに読書は好きなのだが、あまり手紙を書くことがないので強情張りなんだろうなと自覚していた。こんなことを主殿に直接言ったらおそらく面倒だろうから、むしろ手紙を書いて出した方がいいだろうに。世間では良い男は国を治め世を平定し、女は男に従順であるべきだと言われている。私は長い間世の風習について勉強してきたが、やはりこれは不公平だと思う。私は一人の人間として生まれたが、男か女は神が決めたことだ。なぜこのような基準で男女の優劣を区別する必要があるのだろうか。だから私は泥沼にはまった女性に出会うとつい手を差し伸べてしまうのだ。世は広く、世上は苦難に満ちている。分かり合えるものを探すのはさらに難しく、私の心を理解してくれるのは諸葛家と細分家だけだ。理解者の一人として主殿に出会えたのは本当に幸運なことだ。いとこの研究を見て、以前に主殿に話した女学校を作る話が俗事に縛られていたことを思い出した。正直心配していたぞ。今日主殿の励ましで少し自信がついた。もし不愉快でなければ私と契約を結んでもらえないだろうか。聖画軍を基盤として女性たちが望むのであれば、筆を取り世を正すことでも戦場に向かうことでも自由に選択ができるように。